進撃の巨人ブレイブオーダー、進撃の巨人ブレイブオーダーアタックオンタイタン、ストーリーモード攻略編第45話、壁の向こう側へ。当局の兵士は皆果実の絞りかすのようになり、海に投げ入れられた。命を全うしろ。ミカサ？アルミン？誰のことだ？さあ、わからない。誰の記憶だろう。君がエルヴィン団長を生き返らせようと必死だったことは知ってる。そうだ、お前じゃなく団長がふさわしいと思った。でもそれは俺だけじゃない、みんなだ。報告書を読んだ誰もがそう思った。なんでエルヴィンじゃないんだって。その点ミカサはまだ大人だった。最終的には諦めたんだから。は果てしなく兄弟だった。このまま何も変わらなければまたあの惨状が繰り返される。何かを変えることができるなら自分の命ぐらいいくらでも捧げてやるのに。俺にはヒストリアを犠牲にする覚悟がない。どうすればいい。こんなこと誰にも。私は壁の外から来たエルディア人、あなた方と同じユミルの民です。壁の王よ、今すぐ壁に攻めてきた巨人を殺してください。妻や子供たちが、壁の民が食われてしまう前に。積もった雪が溶け出す頃、兵団はウォールマリア内の巨人は掃討されたと発表した。トロスト区から昇降機が解放され、街道の舗装時草花が芽吹き、蝶が舞っていた。避難住民が故郷へ帰ることを許されたのは、トロストク襲撃から一年が経過する頃であった。行こう。近いぞ。おい！くそ！間違いない。ここの場所でエルディア人は巨人にされた。そしてあの先に。
の世から巨人を駆逐してやる。そう知らない。俺とコニーと坂で気を引く。虫みたいだね。その隙にミカサが打ち込む。了解。負けるもんか。私がやる。そいでやる。蹴散らしてやる。虫みたいだね。僕の力だけで倒してみせる。これはチャンスだ。どうして俺たちは奪われる。私がやる。そう簡単に逃がしはしない。そいでやる。蹴散らしてやる。おなついてんじゃねえ。引きちぎってやる。僕に任せて。はあ、負けるもんか。あ、僕の力だけで倒してみせる。私がやる。そう簡単に逃がしはしない。そいでやる。蹴散らしてやる。これはチャンスだ。引きちぎってやる。どうして俺たちは奪われる。僕に任せて。はあ、負けるもんか。僕の力だけで倒してみせる。やった。僕も役に立てるんだ。お前の働きに応えるために一つ約束をしよう。俺は必ず巨人を絶滅させる。